そうそう、何を悔しがるかも違うでしょ、あなた方と私とは。私は、あなた方が私の大切な人たちを傷つけたことを非常に悔しがるけど、あなた方は自分が誰かに、あるいは私に何か言われたり、何かされたことを悔しがる。どっちか言うと、何か言われたことを悔しがる。されたことを言う。なんでと思う？それはあなた方が表意例だからなの。究極ね、されたこと、体がされたこと、まあ究極はあなた方には関係ないから。ただ、表意してる限りにおいて、その表意してる体が言われたことも、あなた方は傷つくでしょ。だからあなた方は大概、言われたことだけ気にするの。言われたことだけ傷ついてるわけね。それはあなた方が稲荷だからの。あなた方が表意しているからなの。ね。だけど私は違うでしょ。私が悔しがることっていうのは、あなた方とは全然違う。あなた方は自分たちが表意している体が、バカにされたら悔しがるんでしょ。ね。それはその体のために悔しがってんの、本当に。違うでしょ。絶対違うのよ。あなた方が損した言うて、あなた方が悔しがってんの。自分自身のことを悔しがってるんじゃないの。言われた言葉を悔しがってんの。なぜかっていうと、霊っていうのはね、言葉やからね、単なる。遺伝子っていうのは言葉だからだよ。わかった？